が論理の担当からなんですけれども、あの実生活を海外で対策を、中でがあの対策していくというお話だったと思うんですけれども、特に大人が子どもに何をしてあげればいいのかだとか、あるいは内部被曝と外部被曝の違いだとか、あるいはその子どもは特に影響が大きいだろうというのは、誰も何となく分かっていると思うんですけど、そういうところで、具体的にどういうふうにしていくのがよろしいのかというところをお話しいただければと思います。江東区を決定で考えますね。これからはやはり空間占領率よりも内部被曝、食べ物の問題、土壌汚染と海洋汚染で野菜とか陸とか海のもの、そういうものの線量を下げて摂取するようにするということが重要になってくると思うんですね。そこをやってればもうかなりの比率で対策になるというふうに思います。食べ物について言えば、繰り返しですが安田節子さんのブクレットにすごい詳しく出ていますけれども、やはり非常に獲得能力の高い食材とそうでもないのとがあるんですね。それから 一度中に入れてしまっても、今度は生物的半減期で自分の体の外に出してしまえばいいわけですから、そのためにはペクチンの多いものとか、リンゴ、ワックスがかかってなければ皮ごとリンゴを食べるとか、ナッツ類とかバナナみたいなカリウムの多いものもやっぱ子どもさんにはいっぱい食べ、毎日のように食べてもらうようにするとかですね。やっぱ具体的な対応策は、それから京都大学の小出先生なんかが主張しているように、禁止の菌に50だとか菌60だとか菌70と言って、若い人たちにはなるべく影響の少ないと思われる食材を回れるようにして、私たち年になっている人間には若干とっても大丈夫だからって、そういう仕分けをしていくしかないっていうふうに言ってますよね。このベラルーシの数値を参考にして自分たちで判断できるようにしたいと私は思っています。消費者からすると安全なものと、農民の方からすると安全ないものは出荷したくないってありますけど、やっぱり作ったものが作られると思ってしまったのとか、そういうことでなんとなく対立みたいな感じになりがちなんですけど、ちょっと消費者と生産者が一緒にやっていくかというところも含めてお話しいただければと思います。先ほどの摂取量の問題なんですけど、まさに僕ら分析センターでゲルマニウム半導体は入ってないんですけども、ちょっと精度が低い、大体1とか2ベクレルまで測れる検査機で今測っているんですけども、本当に作物によって本当に違うなって改めてびっくりしています。どういうふうにして食べているのかっていうことと、先ほどの私の計算式のところでは365日毎日食べたらっていう計算をしてあるんですけども、計算の仕方は、このくらいだったらこれだけ食べられるっていう、そういうふうな計算をしながら見えるようにしていったらいいんじゃないかっていうふうに。とうとう500ベクレルを超えるお米が出てしまいましたけれども、田んぼ見たら、やっぱそうだなっていうような感じをしましたけれども、腐葉土の話なんですね。どうしてそうかって言いますと、山に降り積もった放射線っていうのは、最初は木に葉として持っていたんですけれども、それが枯れ葉として落ちて、濃縮されていくわけです。雨で水で流れてっていうふうな形で真下に流れていくっていう。こういう循環を繰り返してしまう。これはもう大変な大きな問題だと思いますし、実は東京都でも私たちの仲間の中に農業の中でやられているのは、東京都の街路樹だとか植木の剪定っていうのは、実は東京都にとって藁だとか落ち葉だとかがないところにとっては大変いい堆肥の材料だったんですよ。ところがそういう状況なもんですから使わないでほしいということになっているんですね。そうすると雪の実をやって頑張ろうって思っているのは、堆肥っていうのはすごく大事な生産資材だったんです。それが使えなくなってしまって、さあどうするかということで今いろいろ悩んで、警備にやったりとか、いろいろこれからまた春先までにはいろいろ考えなくちゃいけないんですけど、そういう生産の現場の問題も出てきているということなんです。栃木県のお米で、乾物米ですね、ほぼ玄米がついているお米
結構多くついてるお米なんですけども、それで3ベクレルっていう値が出てしまったんですね。その機械は2ベクレルから1、2ベクレルから測れるちゃんとしたものなんですけども、保育園自体は本当に無農薬のものを食べ子どもたちに食べさせたいっていうふうに給食をそういうふうに考えている保育園なんで、胚芽を取るかどうかっていうのはとてもちょっと考えるべきところの問題で、ただやっぱりちょっとでも食べさせるっていうのは不安がありますよね。実際のところ、まあ、保護者の強い弱いはね個人にあっても敷地っていうのはねないので、なるべく取らせたくないっていうふうに思うんで、まあ、今度お母さんとお父さんと一緒に話し合いを持つことにしまして、3ベクレルのお米を食べさせるか、または白米にしたらもうゼロになるのでどうするかっていうところとかをね、いろいろ話していこうと思ってます。あとその他には魚は太平洋のものは、食べさせないようにしています。やっぱり測っているっていうふうに言っても水揚げがね、結構どこで福島ので取った魚も千葉の辺でこうある売れば千葉で水揚げされたとかねそういうふうになっているのが現状なので、北海道の方のまあサンマだとかもまあちょっと子どもたちにはやっぱり食べさせるのはっていうふうに思って、一応魚はとても気をつけます。野菜は近くの野菜だったり、まあ、ちゃんと測ったなるべくちゃんと測ったような安全なものを食べるようにということでしていますね。